ただオメガを振りそうだけど、うちらのこと乗っけてって。みんな、約束だよ。私たち5人の総意なんだ。やったるばい。みんなで見れて幸せ。悪くない感じになりました。最強のアンティーカ、宇宙うちのアンティーカがみんなに見せるけんね。失礼します。月岡小金19歳ばいです。田中まみみって言います。三峰ゆいかです。これからよろしくお願いします。ああ、よろしく頼むよ。改めて私は白瀬咲也だ。私たちの新たなる第一歩を共に踏み出そう。プロデューサーさん、これからよろしくお願いします。わー、ここが今日のステージね。もちろん衣装も早くお披露目したか。ステージが呼んどるばい。三峰もバッチリだよ。任せといて。うん、楽しみ。私も準備万端かな。ここまで来たらもうやるしかないですしね。まみみの言う通りやけん、みんな思いっきり行くばい。デビューライブやっちゃるけん。おお、悪くない感じになりました。うん、よか。すっごく可愛いかよ。本当はずっと仲間や深いつながりを求めていたから。ヒンタンはさ、人の繊細なところを遠慮なくぶち抜いてくるよね。誰かのことを自分のことみたいに怒ったり笑ったり信じたり。だって今は知らんかったもんばっか見とる。ご飯して見つけて、いい一日でありますように。そうだね、アンティーカが揃えばきっと無敵さ。いや、そうだね、少しだけ寂しく感じることもあるよ。じゃあそんな咲夜には別の質問。最近のバラバラなアンティーカについてはどう思う？小金もマミミもユイカもキリコもアンティーカがなくても輝いている。きっとそれはここじゃなくたって。旅お疲れ様でした。迎えの車はまだみたいだね。ああ、待つ間そこの波打ち際でも散歩するかい？海から道路も見えそうだし、何より二人だけの静かな夕焼けだ。海は好きかい？え？あ、うん、たまにはいいかなって感じ。
みんなと合流するまではゆっくりするといいよ。もし一人になりたいようだったら少し離れているから。ん？サクヤンがこっちに誘ったのに三つ峰一人にされちゃう感じ？ああ、すまない。そういうわけではなくて、今日も仕事が終わってすぐに電車で移動だったろ。ユイカが疲れているんじゃないかと心配になってね。心配って、あのさ、心配なのはサクヤンの方だよ。え？最近あんまり調子良くないでしょ。三つ峰だってさすがにわかるよ。本当は元気がないのに笑ってる。そういうのすっごく心配。一人で解決できることならいいけどさ、そうじゃないなら話してよ。ありがとう、嬉しいよ。そんな風に言ってくれるなんて。でもそんなユイカがそばにいるのに一体何の悩みがあると思う？私は本当に幸せなんだ、ユイカやみんなのおかげでね。ねえ、そういうところ、そういうところだってば。ごまかすの、やめてよ。わかるって言ってるじゃん。私たちの前ではいつも笑顔だよね。じゃあいつ泣いてるの？一人で泣いてるの？取り返しがつかなくなってからじゃ遅いんだよ。え、ユイカ？言ってよ、見せてよ、サクヤンの気持ち。すまない。何か私はユイカを困らせているんだね。違う、困ってるんじゃない。プロデューサーと、みんなも。二人とも、お疲れ様。長い時間、大変やったやろ。ああ、小金もお疲れ様。遅れての合流になってしまってすまない。しょうがんことよかよ。それより、サクヤ、考えとることあったら言わんばよ。真耳に教えてもらったと。ほら、やっぱりなんかあるんじゃん。大事な言葉考えとったやろ。はい、せーので言わんば。せーの。待ってくれ、小金まで何の話。悩みなんて本当に何もないんだ。私が何か誤解を招いたのだとしたらすまない、迷惑をかけて。迷惑じゃない。そんなつもりじゃ。ただ私はアンティーカのことが、みんなのことが大好きで、大好きだから。みんながアンティーカに戻ってこなかったとしても、喜んで応援しなくちゃって。みんながアンティーカに戻ってこんってどげん意味？みんながソロ活動を頑張ったりってことじゃないかな。そいで解散って思ったと。なんか勘違いしたら解散？サクヤン、それは。そんなの、サクヤンの勘違いだよ。ねえ、自分が誰よりも一番、アンティーカを大事にしてると思ってた？信じられなかった？あのね、サクヤさん。私、
アンティークのことがとっても大事。でもそんな風に言葉にしたことがなくって、ごめんなさい。私はなんてバカな。バカじゃなかよ。きっと小難しかことを考えとったけ。今回はみんなに迷惑をかけて、いや、うん、私今度こそ約束するよ。みんなを信じて頼りにするって。また戻ってきたばい。みんな、アンティーカば呼んでくれてありがとう。たくさん応援してくれたこと、バリ嬉しか。うちはアンティーカを船みたいなもんって思っとると、みんな別々に来とったのがふとしたことで乗り合わせてここにおるとやけど、一緒に海の地図ば広げて、あ、海図って言うと、そこにも乗っとらんような新しい陸も残くのって探しよると。それは海の向こうの世界？うん、宇宙でも海の底とかでもよか。おーい、コガータン、三峰たちアイドルだよ。そこまで行ったらバラエティーだって。楽しそうではあるけど、どっちかっていうとドキュメンタリーにしときたくない？緊急出動24時、アンティーカは見たか。それはやばい事件的なやつだよね。火曜アンティーカ劇場、倉庫の埃は危ない香り。その香りはマミミンが風邪ひいちゃうから NG です。あのお散歩する番組とかもどうかな？どれも素敵だね。みんなでたくさんの寄り道をしよう。よかね。どがん道でもみんなで行けばバリバリに楽しかよ。やっけみんなも一緒に来てほしか。一緒に海図を広げるとよ。そいで運命の鍵を回そう。